ボストン虐殺事件とは、1770年3月5日に、マサチューセッツ湾直轄植民地のボストンで、イギリス軍が民間人5人を射殺した事件のことで、ある。この頃、すでに植民地の住民は、その3年前、1767年に成立した、タウンゼンド処方に強い不満を持っていた。イギリス軍と植民地の民間人との間の緊張は、高まり、 暴動を引き起こした。その最中、イギリス軍が民間人ボートに銃を向け、射殺したのである。後に独立戦争を引き起こすきっかけともなった事件の一つでも、ある。事件は、キングストリートで始まった。カツラ製造業の若い弟子エドワード・ガーリックが、イギリス軍のシカン・ジョン・ゴールド・フィンチ隊員に散髪代の支払いが遅れていると訴えた。 ゴールドフィンチ隊員はその日に支払いを済ませていたのだが、ガーリックに返事をしようとしなかった。ガーリックは1時間後にも苦情を大きな声で訴えていたので、税関の外で保証に立っていた兵士ヒューホワイトが、ガーリックを呼びつけて頭を殴った。ガーリックの仲間が叫び出したので、イギリス軍の軍曹が彼らを追い払った。弟子たちは近くにいた者たちを集めて戻ってくると、保証に、 無別の言葉を浴びせ雪玉薬図を投げ始めた。ホワイトは、経営部隊に応援を頼む知らせを走らせた。その日の当直トーマス・プレストン隊員は、第29不評連隊から5長1人と、兵士6人を出動させ、自身もすぐに、現場に向かった。ボートは、数が増え、石、棒、氷の塊を投げ続けていた。一段の水布と造船所の職工が大きな滝着を、 持って現れ群衆の前面に出て兵士たちに向き合った。周りの教会の鐘が鳴り、ボストン市民の群衆がさらに大きくなり威嚇的になった。騒動の最中にヒューモントゴメリー兵士が氷のつぶてを受けて倒れた。彼はマスケット銃を空に向けて威嚇弾を放った。彼が後に弁護士に語ったところでは、その時、撃て、と叫んだという。 一人を除いた兵士が群衆に向けて発砲した。無差別の銃撃で11人が被弾した。即死は3人、数時間後に一人、また2週間後に一人が死亡した。他の6人は命を取り留めた。死者、ロープ製造業、サミュエル・グレー、スイフ・ジェームズ・コールドウェル、根結のスイフ・クリスパス・アタックス、17歳のサミュエル・メイブリック、30歳のアイルランド移民、パトリック・カー。 事態の収拾のために翌日イギリス軍当局は、すべての軍人を、町の中心部から、ボストン港のキャッスルアイランド砦に移した。事件後、プレストンと兵士たちは逮捕され、サフォーク軍地方裁判所で裁判が行われた。ジョン・アダムス、ジョシア・クインシー2世、ロバート・オークミューティの3人が、弁護側についた。サンプソン・サルター・ブロワー,ーズは、陪審員の選定を行った。 そしてマサチューセッツ植民地の首席検事、サミュエル・クインシーと私立弁護士、ロバート・トリート・ペインは、ボストンの町当局に雇われる形で検察側に着いた。陪審員全員をボストン庁外の者から選んだため、裁判は1ヶ月遅れて始まった。まず、陪審員はこの事件における射殺は、プレストンの命令によって行われたものではないと判断し、プレストンを無罪とした。 ついで一人の兵士が銃を全く撃たなかったという事実があったため、検察側は兵士各人の罪を証明しなければならなかった。この段階で、陪審員は6人の兵士を無罪とし、モントゴメリーとマシュー・キルロイの二人の二等兵を殺人で有罪とした。本来ならば死刑に処せられるはずであったが、聖職者の特権というイギリス法の規定により減刑され、 親指への落印だけで終わった。グラナリー墓地にある事件の犠牲者の墓碑石踏みにはこの事件で死去した5人の名が彫られている。一方、サミュエル・アダムズら独立派は、この事件をボストン虐殺と呼び、ハミギリスのプロパガンダとして用いた。彼らはこの事件によって浮かび上がった問題は、犠牲者の数の多少ではなく、イギリス政府が軍隊を常駐させ、 イギリス議会によって制定された植民地の法制度に真っ向から反する法律を軍隊の力によって施行しようとする政策にあると主張した。カーを除く4人の合同層はその当時の北アメリカでは最大の群衆の集まりとなった。翌1771年から1783年にかけてはオストン庁当局はこの事件を忘れないために毎年、 この事件が起こった日に式典を行った。アメリカ独立宣言の文中にも、ボストン虐殺事件に対する不満が述べられている。しかし、この事件の裁判で弁護を務め、後に第二代大,大統領となったジョン・アダムスは、その弁護について、私の人生の中で最も勇敢で、寛容で、人間的で、公平無視な行動であり、 また国に対して行った最善の行いの一つであったと述べた。しかし同時に、アダムスはこの事件の歴史的重要性についても認識しており、アメリカ独立の礎となったと述べている。今日では、この事件が起こった場所は、ボストン虐殺地跡として、フリーダムトレール沿いの名所になっている。ボストン虐殺地跡は、デボンシャー通りとステート通りの交差点付近、 九州会議児童の真向かいに位置している。ありがとうございます。